カルメージフォーム。俺の剣技見せてやる。ツルギもミラージュマスターだったのか。通してもらうぞ。そうはさせない。すごいやつ。難しいかも。難しいかも。クローム直伝だ。この戦い絶対負けられないよ。失敗しないといいな。落ち着いて集中して。ここは俺の間合いだ。遅い。さあクライマックスだぜ。やってみねえとわからねえな。いいぜいいぜ。猛牛爆心。まずは俺からさ。そうね、決まった。多少はできるようだが俺の相手ではない。しまった。ごめん。みんな私まだ力の差がわからないのか。おとなしくチキを出せ。大丈夫か、みんな。なんとか。黒のキリアがいて、この程度か。やっと見つけた。5年かかった。あなた誰？どうして私を知ってるの？剣社だ。わからないのか。5年前のあの時お前は俺と会っている。ごめんなさい。私何も覚えてないの。やめるんだ剣。チキが怖がってる。お兄ちゃん。チキは本当に記憶を失っているんだな。ああそうか。ならば意味がない。意味がない。あの人、私のこと知ってるみたいだった。私はあの人のこと知らないのに。剣は、チキとはどういう関係だったんだろう。彼も5年前のこけら落とし事件の関係者よ。詳しいことはわからないけれど。え？公演の最中に消えた剣近臣は彼の父親。八代はあの事件に囚われ今も一人で戦っているのね。これが覚悟の差だっていうの。不甲斐ない。私は八代と五分にやれるつもりでいた。なのに手も足も出なかった。私がもっと強ければ。次は勝てるように
俺たちのやり方でみんなで強くなるしかないです、キリアさん。そうね、落ち込んでいても仕方ないわね。みんなここにいたのね、大変なのよ。うたたまのスタジオがミラージュに襲撃されてるのよ。マジかよ。おい、イツキ、事務所に戻ろう。もうネット上でもこの異様な放送は話題になり始めてるわ。うたたまの放送局は大東テレビね。ダイバーテレビ以外でもミラージュ絡みの事件が起きたんですね。ええ、残念だけど黒幕の正体をダイバーテレビに限定して考えるのは得策じゃなさそうね。あれ、あそこでギター弾いてる人ってバリーさんなんじゃ。ああ、間違いない。バリーさんマスターじゃねえから、ミラージュに抵抗できなくて操られてるのかもしれねえな。まずいことになった。待てよ、ということは守りも危険ね。あの子も今うたたまのスタジオにいるはず。守りとバリーさんが心配だ。テレビ局に行こう。あ、そうだな、私も行くわ。エリン、私もマスターなんだし当然でしょ。そういえばマスターだったっけ。な、何よそれ、忘れてたの。いい、守りは同じ事務所の仲間だからね。仲間がピンチに陥ってたら大統領を殴ってでも助けに行くのがハリウッド的よ。ま、今日は私とビオールのハリウッド的救出見せてあげるわ。期待してるよ。いざ大東テレビへ、守りを助けに行くわよ。おや、これは。え、いいから。え、そうかな。ではまたの機会。パフォーマーが集まるミラクル、新しいレディアント、どんなの。他に、それじゃあ、行
レディアントユニティピオール。エリー君、素晴らしい。次パフォ、守り。あ、五木さん。よかった。無事だったのね。はい。大きくて黒いお化けみたいなのに襲われた時、バリーおじちゃんがかばってくれて。バリーは？あっちに。おじちゃんを助けに行くんですよね。私も行っちゃダメですか？先に事務所に帰って待ってて。絶対にバリーさんと一緒に戻るから。まずはバリーを探すわよ。この高貴なミラージュの出番のようだね。私の貴族的な力、存分に振るってくれたまえ。頼りにしてるわよ、相棒。ハリウッド的な活躍、見せてやりましょう。敵が現れたぞ。てあっ、てあっ。
初めて見るやつだ。慎重に行こう。一か八かで落ちろ。この日を逃すな。一番やり繋いでくれ。絶対決めるね。決まった。なんか初めて見るのがいるよ。あとはお願い。私の出番ね。初めて見るやつも。わかんないわよ。必殺必中。当然でしょ。こいつ初めて見るぜ。やって。はあ。はあ。うわ。運命を超える。一カンパこれで。追撃追撃。カインと訓練したんだぜ。やり、俺の活躍最高だったろ。俺の技、今の樹なら使いこなせる。うん、より貴族的なこの力で華麗なる戦いを。すば、うん、俺のとっておきだ。受け取れトーマ。さあ行こう。てあっ、敵だ。不意打ちに気をつけろ。気を抜けばやられる。準備はいいかな。当然でしょ。カルネージフォーム。ハリウッド的に決めるわよ。初めて見るやつだ。難しいかも。一か八かで。難しいかも。それで行きたまえ。クラム連携行くわよ。行って任せろ。とどめ。はぁ、初めて見るやつも。オッケー。この一射に全てを込める。バッチリみたいね。始めよう。行ってくれ。おりゃ、いいぜいいぜ。こいつ初めて見るぜ。どうや、俺の槍はざっとこんなもんや。せっへって一緒に行こう、クロム。おう、よっしゃ。俺に任せて。槍頼むぜ、カイン。俺を信じろ。もらった。どうよ、毒に侵される気分。やれ。これからよ。この日を逃すぞ。当てる。絶好の機会だよ。俺が任せた。まだまだ。よし、ビオル、大丈夫？もちろんだぞ。絶対つなげてやるよ。当てる。狙い通り。まずは俺が。トーマ、任せろ。いいぜいいぜ。お前の判断を信じるぞ。やってみる。クロムみたいに。俺は負け。俺たちは負けない。